バーチャルメイドストリーマーラミエ。せせせせせせつけい。やあ、せつけいつきだよ。やることは全部終わってしまって、もういつ大天使様が来てもおかしくない状況になってきました。お別れの時がもう目の前に近づいてきている。これ以上何のイベントがあるんだろうなっていう状況で、けどこの感じからしたらさ、もう完全に今日常的なことをやいよるような感じに見えるな。日常的か、普通の日常を食いよるような風景から始まります。常連客、聞いたよ店長さん、ラメちゃん今週いっぱいでいなくなっちゃうんだって。いつものようにお店を回していると、ふと馴染みの常連客に話しかけられた。ええ、まあやっぱりそうなんだ。それを聞いたらラメちゃんの作るパスタを食べておきたくなってね。それにしても耳が早いですね。誰だどうせバイトのやつが誰か話したんだろうな、ポロッとな。ラメが夢のことをバイトの女の子に話したのは昨日だ。たった一日で常連客にまで伝わっているなんて、どんだけ人気だね。ほんまラミエちゃんの人気度高すぎるな、これ。芸能界の引退の話みたいな感じになってる。 SNS で回してるんか、誰か SNS でこの店の話してるのか。常連のネットワークを舐めてもらっては困るね。いやー、恐ろしい限りですね。はっ、恐ろしいね。はっ。常連さんとコミュニケーションを取りながらキッチンに立つラミエと目を向ける。コロンに向かってフライパンを握るラミエはとても絵になる。いや、このシーンな、この絵何回見たことか。周りの光景が額縁と化しているほど存在感があるし、それなりに良い可愛い。ラミエちゃんが料理している姿を見るのもこれが最後かもしれないんだよな。入ってこないでください。こっちちょっとスタッフオンリーなんで入ってこないでくださいね。お騒ぎなんかもてのほかですよ。常連さんの言葉に胸を締め付けられそうになる。まるで僕の心の声を読み上げたかのようなセリフだったからだ。もう目の前に近づいてきとうからな、お別れの時が。この光景がもう数えるほどしか見られないのは当たり前のことなのに、それを事実として受け入れたくないと思う心が自分にもあった。うん。店長さんの力で引き止めることはできないの？僕がラメにそばにいてほしいといえば、もしかしたらラメはここに残ってくれるんじゃないだろうか。あー、それはさ、ラメちゃんのことをさ、ラメちゃんにさ心配かけるっていうかさ、迷惑かけるような子やな。でもさ、本当にさ、ラメちゃんと一緒に追いたいんだったら、わがまま言っていいんかなっていう気持ちもあるんよさ。誰かが好きな人と一緒にいるっていうわがままぐらいはさ、人生で叶えてもええんじゃないかなって俺は思うよな。俺と一緒にいてほしいってさ、好きな人に言うことってさ、すなわち結婚プロポーズすることってさ、人生最大級のわがままだと思うな。そう考えたらわがまま言っていいんじゃないのかっていや、俺人生でそんなこと言ったことないけん、プロポーズしたことないけんさ、多分それは俺での中での感覚の話かもしれんけどさ、そんな希望にすがろうとして我に返って思い返し、首を横に振った。ラメにはやりたいことがあるんですよ。僕がその邪魔をするわけにはいかないので。そうやな、よう考えたらラメも大天使になるためにここまで来たんやけんさ、そのやりたいことを邪魔するっていう行為と考えたら、ちょっと行動に移せんか。もうたくさんラメに助けられてきた。ラメの世話になってきた。そんな僕がどうしてラメの足を引っ張ることができるだろうか。ラメには使命がある。多くの人を幸せに導かなければならないんだ。テーブル2番さん、パスタ上がりました。はーい、持ってきます。はーい。アルバイトの子めっちゃ超えたか。はい、超えたくんですよ。はい。やがてアルバイトの女の子がパスタを手に持って僕らのところにやってきた。お待たせいたしました、本日のパスタです。はい。お、今日はアラビアータなんだね。何アラビアータって、知らん名前やな。どこのパスタそれ。相変わらずラメの料理の腕はいい。盛り付け方からそれがわかる。それで店長はラ
いやらしいって。ひどい祝いようだった。まるで僕が不審者みたいな扱いだ。なんであんな露出の多い服装でさ、キッチン立っとんだろうなって思うよな。そういうお店なんてなってしまうよな、やっぱ。皆さん何をお話ししているんですか？そこへタイミングよくラメも加わる。ラメちゃんが作ってくれた料理を食べられるのも今日が最後かもしれないっていう話を店長さんとしてたんだよ。ラメが帰る前にどうしても食べておきたかったんだって。そうだったんですね。ありがとうございます。ラメの笑顔は少し寂しい様子が混じっていた。私がいなくなってもきっと他の女の子たちが美味しい料理を作ってくれますよ。いやもうテンプレートというかのごとくさ文章ですね。そうそう、来週からは私が心を込めて作ってあげるよ。はい。いやだって君お店の女の子の中で一番下手くそじゃん。おい声高いやつ下手くそだってよ。ショックやな、そんなことを言うお客さんおるやなって。それだけ距離が近いんかなっていう考えもできるけどさ、ちょっとショックなこと言うなあんた。ちょっとそんなことないでしょ、私だって頑張ればできるもん。はどうだかわかんないよ。はムカつく、そんなこと言われたらラメちゃんに頭を下げて料理を出ればよかった。はい、頭を下げなくてもいいので私でよければ教えましょうか。あーラメちゃん真面目。ラメちゃん真面目。ちょっとさ、どっちかって言ったらさ、ノリでそういうやりとりしようんだろうなって思うんやけど、すごい真面目な返答。いいの？もちろんですよ。パスタはいっぱい種類がありますけど、ちょっとコツを覚えるだけでほとんどの種類に応用できますから。やった、早速教えて。うん、これ勤務時間なんですけど。はい、それでは一緒にキッチンの方へ行きましょう。いいのか、お客さんはおるのか、大丈夫なんか。キッチンへと向かう2人の背中を見つめながら考える。僕だけじゃなくて、みんなラメがいなくなってしまうことに寂しさを覚えている。このままでいいんだろうか。もうみんなのラメになったからな。みんなの歌ですみたいな。みんなのラメです、 NHK です、こういう番組始まるからな。 NHK でそのまま出したら露出の多さでお母さんからクレーム来るけどな。これでいいんだ。これでいいのだ。誰にも置き換えないようにそうとつぶやく。込み上げてくる寂しさを無理やり抑えながら。数日後、そろそろ来るんちゃうかな大天使さん。これで今回だったら大天使さんはちょっと忘れてないって、ラメのことも忘れてないってなるから。この日はたまたま買い出しに行かなくても大丈夫な日だった。午前中にできた時間を使ってラメから洗濯のやり方について教えてもらっていた。お洗濯のやり方といってもどちらかというとお料理の時と同じで、お洗濯への向き合い方を教えることになります。はいはい。いや一人暮らしのコツ伝授させられよけんなこれ。まあちょっと伝授させられる内容がまだあったらしいわ。そう前置きをしてからラメは本題に入っていった。お料理と一緒で毎日お洗濯をするのは面倒です。だから先にお洗濯をする日を決めておくんです。そんなもんなんじゃ、毎日する必要もないんかな。意外と洗濯をする日を決める。はい、一日に出る洗濯物の量はほとんど決まってますよね。まあそうかな。そうだな、一人暮らしだとせいぜいその日につけた衣服とかお店の制服くらいじゃないかな。だからどれくらいのスパンで洗えばいいのかを先に計算しておくんですよ。はあ、なるほど。洗濯物がたまったらどう洗うとかじゃなくて、洗濯するヒントを決めておくというわけか。そういうことです。僕の場合だと一人暮らしだから週に1回ぐらいでなんとかなるか。そんなもんでええんかな。そんなに量少ないもんなんか。まああれやな、1回に必要な1日分の洗濯量が少なくてそれを毎回豆いけましょうったらさ、余るか、なんていうか洗濯機のスペースが。それをいっぺんに1回で洗えたらさ、電気代とかも安くなるんかな、もしかして。
1111毎回毎回回す方がむしろ無駄って感じなのかな。それじゃあお洗濯をする曜日を決めちゃいましょう。なるべくお仕事が忙しくない曜日だといいんじゃないでしょうか。やべえ毎日忙しそう。この店長の姿を見てるたら毎日忙しそうなんだけど、この店ってさ休みの日とかあるんかなってくらい店長さんがはガチで休んどるところを見たことないけんさ、この人休み取ってるかなって思っとるんやけど、俺何曜日が休みとかあるんこれ。だとすると水がこもない平日の日中だな。水曜日あたりにするか。毎週水曜日は洗濯をする日。そうやってルーティーンにしておくことで確かにとっつきやすさを感じられる。ご主人様は放っておくとジーパンとか1週間くらい同じものを履きそうですからね。図星ですか。さすがに1週間ジーパンを買えないっていうのはなかったと思う。ジーパンってどれくらいの頻度で洗うもんなんかな。で、俺ファッションとか詳しいんだけどわからんけどさ、ジーパンって毎日洗うようなもんなんかな。一回履いたら洗うようなもんなん、あれって。俺よく知らんのやけど、ラミちゃん教えて。はい、ラミが教えますとか言うてさ、画面から出てきてくれたらさ、俺嬉しいことなんやけどな。なすしてもないような。もう本当にご主人様は。そう言ってため息をつきながらもラメはクスクスと笑った。ああ、この笑顔に何度助けられてきたかだろうな。何度助けられただろう。ありがとうありがとう。ベースフレンド、音楽の教科書に載ったような曲出てきたよ。この洗濯の向き合い方なら時間のないご主人様でも面倒くさがらずにできるんじゃないですか。そうだね、まずはそのルーティーンに慣れるところから始めてみるよ。その息です。うん、父の揺れがすごいね。それからラメ先生のお洗濯講座は大詰めに入っていく。お洗濯の面倒なところは洗ってから乾いた衣服を畳んでタンスにしまう間にあるタイムラグが長いことなんですよね。はあ、どういうことだ。洗った衣服が乾燥するのを待たなければならないじゃないですか。さあ、そんなもんだろうが、洗濯でそんなもんだろうが、お料理の最初分をいっぺんに作って手間を減らすというようなことができないんですよ。ラメ先生、そのあたりどうするんですか。なんか方法あるんでしょ。そんなこと言ったらそんなだけでもって大丈夫みたいな感じのあるんでしょ。なんか通販見ながらのごとくなんかそういう方法教えてくれる流れでしょこれ。乾燥機を使えばいいんじゃないのか。衣類の中には乾燥機を使えないものだってあります。はい、男の人だと夏場は大丈夫かもしれませんが冬場だと乾燥機を使えない衣服も出てきます。そうなん。無理に乾燥機を使って洋服が縮んだなんてことありませんか。ああ、俺実家暮らしで家事とかお任せしとけ。そういえば去年の秋に買ったセーターがそんな風になってしまったな。でもあのセーターの洗濯表示に乾燥機 NG なんて書いてなかった気がするけど、あ、乾燥機の表、なんかそういう洗濯表示ってさ見た感じで何これみたいな感じのやつ多いですか。よう考えたら家庭科の授業とかでさこの表示はこうですよみたいな習ったような気がするけどさ実際それをさ習ったことを覚えて社会に出て洗濯した人をゼロ人説を俺は押すんですけどね。基本的に網目が洗い物を乾燥機に入れてしまうと型崩れしたり縮んだりしてしまいます。その網目が洗いとかの判断をちょっと俺にはできんと思うな。他にも熱に弱い繊維を使っていたり刺繍がする衣服は乾燥機の使用を避けるべきです。熱に弱い繊維って何って話したらやべえ、知識がなかったらさそんなこと言われても知らんわってなる。絶対的にそうだったのか、全然知らなかった。じゃあそういうのはベランダで干すしかないのか。まあそういうものがどんなものなのかわからんけどな。基本的にはそうなっちゃいますね。その基本的もわからってないわと。やべえ、その基本的なことも俺わからんわ。水曜日で洗濯をして干したとしても最速で乾くのは木曜日だろう。雨が降っていたりしたら部屋干しをしないといけないので乾くまでにもっと時間がかかる。こればかりは短縮するのはできないので頑張るしかないですね。できないかい。なんか断食する方法はこちらですみたいなこと言ってくれるかなと思うとはできないんかい。ちょっと期待しとったわ。どんな方法が出てくるかなってちょっと期待しとった俺が。ベランダで干した分は
畳まないでそのまま着るっていうのはさすがにだらしないよね。やめた方がいいと思います。ずっぱり言われた。即答された。仮にご主人様にいずれ好きな人ができてお部屋に呼んだ時に洗濯物が干されっぱなしだと格好つかないですよね。好きな人ができてた。あーできるかな。ラミエ僕に好きな人できるかな。できるかなラミエ僕に好きな人。目の前にいるラミを一別してそれから目をそらしじっくりと考えてみろ。ほら店長だってさできるかなって、そっちの方の心配が、そっちの方の心配がさっき出てきたからな。お前すると僕も隣にラメじゃない新しい女の子が並んでいる姿を全く想像できなかった。これは想像力の欠落とかじゃなくてさ、ラメちゃん以外に人を好きになるってことがあるのかなっていう感じやけんな。それだけラメちゃんがねここの中では好きなんだよ主人公は。どうしてもラメの姿が重なってしまう。でもそれじゃあダメだ。僕がこんなんじゃラメがいつまでたっても安心できない。ドラえもんか。未来に帰れないから帰るに安心できないんだみたいなドラえもんの話になったの。帰ってきたドラえもんの内容になってきてるの。だらしない人だと思われたら嫌だし頑張ることにするよ。喉の奥から何とかひねり出した言葉は同時に僕の心をえぐるように引っかいていった。もうさラメちゃんがいない生活が信じられないっていうことまでなってしまっとる状態でラメちゃんが消えるっていう確定が起こっとるからな。もうちょっと心お察ししますって感じやけど。その気持ちが大事ですよ。ああそんな時でもラメちゃんの父は揺れる揺れる。いつも通りの明るい様子のラメが今は憎い。僕はこんなにも苦しく感じているのにラメは今まで私がやってきたことをご主人様が不自由なくできるようになったら私も安心してここを離れることができます。え、マジでよ。もしかしたら逆にさ大天使様もさこの主人公がさラメちゃんが離れれるようになってからさラメちゃんに声かけに行こうみたいな感じで見守ってくれてるのかな。だとしたら結構こっちのことを案じてくれとんかな。だから数日経ってもまだこんな感じで来てないかなってなってしまうやん。ああ結構こっちのことに関して良心的に考えてくれとんかな。安心して離れるところとかできるなんて言わないでくれ。ご主人様、僕はいろんな思いが夢中で絡まる。ラメと別れたくない。でも僕らは種族が違う。お互いに進むべき道を進んでいかなければならない。だからラメと別れないといけないのが辛い。それなのに安心してたなんて言葉を使われたら嫌になっちゃうじゃないか。すみませんご主人様、私の配慮が足りずに。いや違う、ごめん、そうじゃないんだ。僕はここのどこかで気づいている。これは僕の英語だということ。僕がこんなにも苦しんでいるんだからラメも同じぐらい苦しんでいてほしいと思ってしまっているんだ。家族やん、もう夫婦の考え方やけんな。お前夫婦の考え方だよそれは。お前パートナーにも一緒にちょっと喜び苦しみをさ共有したいみたいな、なんかエゴやなほんまに。夫婦のエゴなんよな。それはラメの足を引っ張るような行為でいけないことだ。理性ではそう考えつつも人間としての心は全く逆のことを思っている。ご主人様、ラメが心配そうな顔をしている。僕は自分自身分からなくなってしまっていた。自分の心を大事にするべきか理性を大事にするべきか。あここで選択肢出てくるんか。あロードじゃこれ、セーブしとかな、これはセーブしとかなあかんわ。心を大事に、理性を大事に。まあ理性も大事の時もあるけどさ、最終的な決断っていうのはさ心のあるがままの自分の考えでやればいいと思うよ俺は。だから心を大事にするぞ俺は。ごめん、僕はやっぱりラメのことが好きみたいだ。
言ってしまった。こんな土壇場で致命的なことを言ってしまった。そんな、ご主人様。わあ、雰囲気がきれいに変わった。プロポーズの流れ、プロポーズの流れだこれ。でもな、わがままっていうのはさ、ここぞって時に使うんじゃ。プロポーズっていうのはさ、好きな人に一緒にいてくださいって、ずっと一緒にいてくださいっていうのはさ、人生最大のわがままで、そしてさ、いざって時にはさ、やってもいいわがままだと思うよ。この思いが相手に届くかどうかは別の問題やけど。だから私はあなたにわがままを言います。ラメだって苦しかったはずだ。それは一番ラメのそばにいた僕だからこそよくわかる。それなのに僕はラメの勇気ある決心を揺さぶるようなことを言ってしまったんだ。それは言っちゃダメです。それだけは。ラメちゃんも理性ではこういうことを言ってしまっている。ここの中ではもしかしたら俺と一緒の考えかもしれない。分かっていたはずだ。大天使様と出会ってからラメも辛そうにしていた。それでも弱音を吐かなかったのは僕に辛い思いをさせたくなかったからだろう。お互い強い自分を演じ続けよったって感じやな。その一心でラメは自らの心に蓋をしていたんだ。それなのに僕は、ご主人様はひどいです。ごめん。でも安心しました。お？え？うずむきかけていた顔を上げる。するとそこには大天使様のびっくりするほど優しい笑みがラメの心に顔に浮かんでいた。私のご主人様は私がいないとどこか危なっかしい人でしたから。ラミエ？私がそばにいて支えてあげないと、またいつかきっとダメになるような人でしたから。ラミエが頬に涙を流しながら両手を広げる。次の瞬間、僕はラメに抱き寄せられていた。わあ、なんか見たことある。ごめん、ラメ。僕は本当にダメな人間だ。今は謝らないでください。ただ、黙って抱きしめられていてください。私の胸の高鳴りが落ち着くまで。ふくよかな胸に強く押し付けられる。そんな風にされたら、喋りたくても喋れない。うぅーとは言おったら、そんな茶褐色のシーンでないよ。これ結構感動的なシーンやけどな。お互いの蓋を取って、お互いの本音をぶつけ合うような感じ。体の柔らかさ、匂い、そして何よりラメの優しさを身をもって感じながら、いつまでもこの時間が続けばいいのにと心の底から願うのだった。大天使見てるか、これが人生最大のわがままじゃ。え、数日経ってる。もうまた数日経ってる。大天使様めっちゃ待ってくれてる。そろそろ来るだろうと思っとったのに全然来おへんやん。いや、ワンちゃん忘れてるやん、ラメちゃんのこと。ラメちゃんのことそろそろ忘れてない？これさ、ほっといたら一生こっちに婚活になるんじゃないの？これワンちゃん。あれ来おへんなって、1年経ったぐらいからさ、あれもう来へんのちゃうん？え、じゃあラメちゃんと一生イチャイチャしていいとんねみたいな感じになってくるちゃうんこれ。うん、ちょっと複雑やな。ラメちゃん忘れられとるっていうことを考えたら、なんかちょっと素直に喜べねえけど、嬉しい、うれぴー、うれぴーや。まだ大天使様のお迎えは来ていない。その時が来てしまうことを恐れながら生活していた。何なんだろうな、いつ来るかもわからない大天使様のお迎えに怯えながら過ごす俺を見てニヤニヤしてんのかな。大天使様はそんなド S な人間なんかな。すみません、ご主人様。はい。今日は私、お店ではなくてお部屋にいてもよろしいでしょうか。あ、このタイミングではお店、お部屋におるパターン。それはラメと一緒に作った朝ごはんを食べている時のことだった。
どうしてそんなことを言うんだ？まさかラメは僕に内緒でいなくなろうとしているんじゃないか。そんな不安がよぎってしまったけど、猫か。自分の死を悟って飼い主からいないところで亡くなろうとする猫か。お前は洗濯物が溜まってますし、お風呂場のお掃除もしておきたいので。いつもの調子でそう言われる。それにほっと安堵のため息をついてしまう。僕はダメだな。ダメと少しでも離れてしまうことにこんなに恐怖を抱いてしまっている。確かに、なんか一度離れてしまったらさ、そのままいなくなってしまうんじゃないかっていう考えを持ってもおかしくない状況ではあると思うよな。なんせさ、ラメちゃんが俺とおらん間にさ、大天使様が来てら、挨拶もなしにラメちゃん行ってしまう可能性あるやんって俺思ってしまうよな。ちょっとそういう展開になるんじゃないだろうなって俺ちょっと思ってしまったもん。あんなに優しいラメが僕に隠れてそんなことをするわけない。それは僕が一番よくわかっているはずなのに。僕は手伝わなくていいのか？本来ならご主人様に教えながらやりたいところなんですけど、今日はご主人様もお忙しいですよね。今日までは私がやっておきます。ご主人様に教えるときはまた都合がつくときにでも。僕らの都合がつくときと天界からのお迎えはどちらが先なんだろうか。夢中の不安を押し殺してラメに笑顔を向ける。わかった、よろしく頼むよ。わがままを言ってしまってすみません。いやいやいや、先日俺の方がさ、人生最大のわがままを言ってしまったからな。わがままなんてことないよ。ラメにはいつも支えてもらって感謝している。ありがとうございます。そう言いながら優しく微笑むラメが僕は本当に好きだった。ご主人様の大好物を作って待ってますね。ハンバーグだな。あー出た、やっぱハンバーグ。ハンバーグの味はもうラメちゃんがいなくなっても忘れないでしょう。さあどうでしょう。帰ってきてからのお楽しみです。これで帰ってきて出てきたものがさ、ケバブとかだったらえってなるからな。ケバブどこから作ってきたん？おい、それそんなに簡単に作れるもんか、ケバブ。え、嫌いではないけどびっくりするわって、どぎもの食わっておかえりなさいませって言うてさ、できてさ、ラメちゃんが片手にでっかい肉持っとったらどうしよう。今日はケバブですえってなるわ。美味しそうやけどえってなるわ。お前お腹を空かせて帰ってきてくださいね。それはいつでも聞いたセリフだった。わかった、楽しみにしておくよ。はい、今日もお仕事くださいね。それから僕はいつもの朝の買い出しに出かけたのだった。なんか起きそうやな。肉類に調味料、ティッシュにトイレットペーパー、買い出すのはこんなもんかな。買い出したものをもう一度確認しながら車をトランクに乗せていく。忘れているものがないことを確かめてからトランクを閉めた。その時、お頭上から何かがヒラヒラと舞い落ちてきた。え、お、ん、なんだこれ、鳥の羽。それにしては信じられないくらいに綺麗な羽だった。真っ白だ、あまりにも白くてキラキラと輝いて見てしまう。それにとても大きい、僕の手のサイズより長い。これが鳥のものならその鳥はかなり大型だろう。もう、え、猛類、え、もうまあね、結構凶暴的なやつだろうかみたいな。でもそんな珍しい鳥がこんな都会の上空を飛んでいるわけないよな。異世界から来たんかな。え、もしかしてクックロデイズと世界観つながってるんかな。え、なんとかバルハラ、なんとかみたいな異世界あったもんな。クックロデイズの世界でさ、首をひねって考えていた次の瞬間、僕の手のひらにあったはずの羽が光の粒子になって無散した。え？いや BGM 変わらず逆に不気味なんやけども、これパッパカパッパみたいな流れるような BGM の展開ちゃうけんなこれ。なんかいたってさ、日常的な BGM 流れ続けようけど、日常的じゃない、非日常的なことが目の前に起きてますからねこれ。
目の前で起きた光景に目を見張った。何が起こったのか分からなかった。睡眠不足のせいで幻覚でも見たんだろうか。あれ待てよ、どこかでこの現象見たことあるような。あ、ラメが僕の部屋に初めてやってきた時同じような光の粒子を放っていた。まさか来たんかな。くっ、ラメ。いても立ってもいられず運転席に慌てて乗り込んだ僕は、自分の店ではなくラメのいる家に向かって車を飛ばしたのだった。来たんじゃ。ラメの主である鳴海が急いで車を飛ばしている頃、え、別視点。お洗濯が終わったみたいですね。ラメは洗濯機の中の、洗濯物を取り出していく。この洗濯物をベランダに干した後はお風呂場の掃除をしないといけない。少しでもご主人様に喜んでもらえるように。そうつぶやいてラメはハッと我に返った。どうしてご主人様の喜ぶ顔を想像してこんなにも嬉しい気持ちになるんだろう。あ、私が望むべきことは、それが好きってことなんや。奥さんだよ、もう奥さんだよ。これは天使というより恋人とかそれに近い存在みたい。いつまでもこんなことをしているわけにはいかないはずなのに。抜け出せない自分がいる。それもこれもご主人様に告白されてそれを突き放せずに甘えてしまった自分がいけないんだ。ふーん、いつまでたっても連絡をよこさないと思ったらそういうことになっていたわけね。わあ、来たー。冬に聞こえてきた声に驚いてラミが振り向く。ベランダの窓が開いている。そこに白い外交、身にまとった女がいた。美しいエメラルドグリーンの髪は一度見れば忘れない。大天使様、来たかー。やっぱ一人っきりの時に来たか。やっほー、新米ちゃん、迎えに来たよ。私を迎えに。このタイミングでその言葉を聞いた瞬間、ラメは心の中で嫌だと強く叫んでしまった。大天使様がおかしそうに笑っている。ねえ新米ちゃん、ここの声がだだ漏れたよ。そんなに私に読ませちゃっていいの。気づいてないようだから教えてあげる。エモの新米ちゃん、すごく人間臭い匂いがする。人間臭いってそういう物理的に人間臭いって何なの。いよような感じが、ラメちゃんに人間の匂いが移ってきてみたいになってるからな。私が人間臭い。うん、そのせいだと思うけど、私が特に力を行使しなくても新米ちゃんの思っていることが読めちゃうんだよね。前は読もうと思ってもなかなか読ませてくれなかったのに。だんだん人間に近づいてきてるんだよ、ラメちゃんの思考が。天使というよりは思っていることが全部筒抜けになってしまう。その恐怖にラメは震えそうになった。さて、あんまり怖がらせてもいけないし、からかうのはこれぐらいにしてもう一度言ってあげるわね。やっほー新米ちゃん、迎えに来てよ。万枚一緒のこと言ってるな。同じことを同じように、ね、全く同じように繰り返せるのもいいと思うんやけどな。心を打ち砕かれる感覚に思わず胸を押さえて背中を丸めそうになる。どうしてこのタイミングなのか。連れて行くならしっかりご主人様に挨拶をして行くべきなのに。だって新米ちゃん、彼の目の前でさよならって言えるの。それはなるほど、大天使様なりのご慈悲ってやつなんやな。さよならを言わなくていいタイミングでって言えないでしょ。だから諦めなよ。忘れちゃいけないよ。私たちは天使で彼は人間なの。人間のそばに天使がいるのは天界の決まりに反する。私はご主人様のおそばにいてはいけない。だったら法律を変えましょう。上の位の天使にだって法律を変えて人間とバリバリに絡んでもいいように法律を変えましょうよ。変えましょうよ今から。そういうこと、いい加減目を覚ましなさい天使ラミエ。天使と人間の恋なんてありえないの。ラメは打ち負かされた気分になった。両手に抱えていた洗濯物を床に落としてしまう。
大天使様に呼ばれて改めて思い知る。自分はただ単純に彼のことが好きだったんだと。お願い新米ちゃん、その気持ちに蓋をして忘れてちょうだい。私に同族にお手にかけさせる気？それはすなわち存在の抹消を意味していた。大天使様に従わなければこの場で存在を消されてしまう。そこまでせんでええやろ。天使を辞めさせ人間に落としてしまうみたいなことできないですか。そっちの方がちょっと都合いいんですけど。私はご主人様を諦めて天界の掟に従います。そう言おうと瞬間、愛しいご主人様の顔が脳裏をよぎった。わ、どうなった？よぎってどうなったんだ。ここでタイミングでよぎるってことは完全にほんまに人間臭い思考になってしまったってことになるわけですが、そういう表現ですけど、手のひらで消えた羽の感触を気持ち悪く思いながら僕は走っていた。英国の猶予もない、そんな気がしていた。早くラメの元にかけなければ。ラメ！ドアを開けてそのままの勢いで部屋の中へ上がり込む。間に合ったらしいな。うん、ラミエ、よかった、よかったラミエ。アンドの息をつきそうになるが、その場にもう一人存在している彼女を見て息を張り詰める。やっほー人間、久しぶり。オラ大天使。大天使様、軽いなノリが。大天使様とラミエが対面している。よく見るとラミエの足元には僕の洗濯物が散りばっていた。ラメは安心と不安の言い混じった妙な顔をしてそこに立っている。その様子を見て全てを理解した。ラメを連れ戻しに来たんですか。そうだよ。なんでこんな急に僕に黙って連れ去るような真似をして。だってこの子、そうしないと君から離れられなそうになったなかったんだもん。そういうこと、理解した？まあでも君も分かってたんじゃない？天界の掟を守れなかった心配ちゃんも悪いけれど、こうなってしまったのは君にも原因があるんだから。確かにそうだ、大天使様の言うことは正しい。言ってしまったもんな。こちらの気持ちを伝えてしまったから、ね、伝えてしまったから、ラメちゃんもラメちゃんの中の俺に対する気持ちをさ、蓋しきれんかったところあるかもしれんな。僕はラメに思いを伝えてしまった。同じことを言っている。大体同じことを言っている。理解できたのならそれでいいわ。じゃあそういうわけだから、私たちはもう行くから。大天使様がラメの腕を掴んで引っ張っていこうとする。待ってください、私嫌です。抵抗しようとするラメを物音ともせず、大天使様は羽をあらわにして羽ばたいていこうとする。私も同じ種族の子をこの手にかけたくないからさ。せっかくここまで来てくれた君には悪いけど、無理でも連れていくね。いや私本来なら僕はラメを見送るべきだ。僕は人間でラメは天使、生きている世界が違う。世界の断りを無視してまで共にいてもきっと辛いことになる。そんなことは分かっているはずなのに。おや、これはどういうことなのかな。男を見せろ主人公。僕はラメの手を固く握りしめて引っ張っていた。ご主人様、もうこんなことさ、理性とか関係ねえよ。心からの行動じゃ。これが何をしているのか分かっているのかな。君は今大天使である私に逆らっているんだよ。そんなこと知っていますよ。それでも僕は校庭を晴らすつもりはない。僕は今まで卑怯だった。ラメに頼りっぱなしで迷惑ばかりかけていた。ラメは天使なんだから諦めるべきだと建前ばかり並べてきた。それが間違いだったことをようやく理解する。僕はもう二度と自分の気持ちを偽らない。僕はラメのことが好きだ。わがまま、これもわがまま、
でもさ、こういうわがままがあるからこそさ、人と人はつながるんだぞ、お前。ふーん、そんなこと言っちゃうんだ。当たり前だ。何度でも言ってやる。僕はラメが好きだ。ラメのいない生活なんて考えられないくらいに。だから僕はここでは話せない。僕はラメと一緒にいたい。つまり私たちに歯向かうってことでいいのかな。歯向かってやる。たとえ神様に言われたって僕の気持ちは変わらない。僕はラメと一緒に生きていくんだ。ご主人様。ラメちゃんもちょっと嬉しそうな顔しとったな今。そしてラメが大天使様の手を振り払った。そのまま僕の胸に飛び込んでくる。私も嫌です。ご主人様と離れ離れなんて、こんな思いを抱えて別れるなんてできません。よく言ったラメ。ラメちゃんも蓋を閉じた違うな自分の気持ちにしていた蓋を取っ払った。溢れる思い。愚かな決断だよ。だって新米ちゃん、私たちに従わなかったら消されるんだよ。そういうこと忘れてない？ご主人様と別れるくらいなら消されることを選びます。うわ、そこまで言うの？本気で言ってるの？本気です。今の私があるのはご主人様のおかげ。この命はご主人様にいただいたんです。ご主人様のために散るのなら本能です。いやでも散ったら困るぞ。散られるのはちょっと困る。やれやれ、まったく君たち本当に大バカだよ。大天使様が大きなため息をついた。そして静かに僕らを見据えてくる。やる気だ。直感的にそう感じて体中がこわばってしまう。ご主人様、私がどうにかして活路を開きます。どうやって？活路を開くってまさか犠牲になる気じゃ。ご安心ください。逃げる時は二人一緒です。その言葉に少し安堵した。やべえ、ビザ作ってねえや。ビザっていうかパスポート作ってねえや。海外逃亡できねえじゃん。大丈夫か？どっか国内で逃げるに適した田舎町とかないか。でも大丈夫なのか？相手は大天使様だなんだぞ。私だって天使の端くれです。神様から授かった力をフルで使えばきっと。甘い。大天使様、神様から授かった力は何だったんだろう。大天使様が手をかざした瞬間、ラメは突然もがき出して床に膝をついた。ラメ、大丈夫か？ご主人様。なんかちょっと SM プレイを見てるような気分だ。苦悶の表情を浮かべながら僕を安心させるために微笑もうとするラメへ。その様子に心を痛めるとともに、目の前にいる大天使様のことが憎くてしょうがなくなる。クソ、させない。ラメは僕が守るんだ。拳を振りかぶって大天使様に特攻する。けれど人間にはどうやがいたって私ではかなわないよ。彼女が人に睨みしただけで僕の体は固まってしまい、動かせなくなってしまった。まるで強烈な麻酔毒にやられてしまったかのように、指の一本すら動かせない。そこで黙って見ていなさい。大天使である私に逆らうのがどういうことなのかを。なんかエッチなものを見せられてる気分だ。ラメ！やがてラメの体から白く光る球体が飛び出し、それは吸い込まれるように大天使様の体に収まっていった。ごちそうさま。ラメにかざしていた手が下ろされる。その瞬間、僕の体を支配していた麻酔の力も失われた。崩れ落ちるラメの元へと駆け寄り、その体を支える。ラメ、ラメ、大丈夫か？ラメ、しっかりするんだ。痛いところはないか？当たり前だよ。新米ちゃんの天使の力は私が全部吸い取ったんだから。なんだって？じゃあラメはいなくなってしまうのか？僕の手のひらで消えてしまった
あの羽のように消えてしまうっていうのか。すみません、ご主人様、やっぱりダメだったみたいです。そんなこと言うなよ。嘘だって言ってくれよ。すみません。なんでそんな笑顔で言うんじゃ。ラメは力なく笑った。そんな笑顔見たくなかった。いつものように元気な笑顔で明日も明後日も僕のことを迎えてほしかった。天界の掟に逆らった末路だよ。大天使様が淡々と口にする。僕は彼女を睨みつけた。こいつが奪ったんだ。こいつが僕からラメを奪ったんだ。僕のラメが気づくはずだった幸せな時間を奪っていったんだ。ちょっと落ち着きなよ君。まるで私が悪者みたいに思い出てくれる。黙れ。怒るのは勝手だけれど、私の話はちゃんと聞いていた方がいいと思うけどな。大天使様は意味深に微笑み、そして真剣な眼差しでラメに目を向けた。天使ラミエ、お前は天界の掟を破り人間に恋をした罪人である。そして神に代行してお前に罰を与える。もう一度徳を積むのだ。どういうこと？どういうこと？お前は VTuber として人々に愛され徳を積み天使となった。神もお前には期待していたが、どうやら見込み近いだったようだ。神には私から言っておく。天使になりたければもう一度徳を積むことだ。今度は人間としてな。それってもしかして、それってつまり？まったく何度も言わせないでくれるかな。大天使様は人懐っこい笑みを浮かべながら言う。新米ちゃんを人間にしてあげたから、あとは二人の好きなように生きればいいんじゃない。マジで？私が人間になった？あ、今のラメちゃんから天使の成分抜き取った時のやつだったんだ。天使としての力を失ったばかりだから、今は体が重く感じるかもしれないけど次第になれるはず。ちょっと待ってくれ。そんなことをしていいんですか？何が？何かじゃねえんだよお前。わいとえらいことやってないですかそれ。そんな権限大天使にあるの？何がって、だってラメは天界の掟に逆らったんだぞ。下がったものはその存在が消されるって大天使様が言ったじゃないか。ああ、その話、それ嘘だから。嘘？じゃあそれってなるわお前。あまりにも軽い感じでそう言われて、僕もラメもずっくりくそいになったお前。そんな重たい嘘を軽く使わないでくださいお前。大天使ジョークなん？それ大天使ジョークなんそれ？だってそうでも言っておかないと、君たちの本気度がどの程度のものなのかわからないじゃん。試してたんか？こっちのこと試してたんかお前。え、じゃあ大天使様は最初からこうなることを考えて、私とご主人様にあんなことをおっしゃったのですか？なわけないでしょ。大天使様がラメの頭にチョップをかましてあげつつ、かわいいな。私は新米ちゃんを連れていく気満々だったの。彼が諦めてくれることを狙ってたわけ。そうなんですか？こう見えても天使って忙しいの。私なんて週7で働いてんのよ。休みなしだよ。神様だって日曜日は休んでいるのに。なんか気持ちお察ししますって感じやな。主人公からしてみれば俺もそうなんですよみたいな感じだよな。結構気が合いそうですねみたいな。新米ちゃんが手伝ってくれたら週に2回くらいも休める計算だったんだけどな。自分の休みのためにラメちゃんを天使に昇格したいみたいな感じのこと言ってるなお前。もうすごく現実味のある外しで思わず笑ってしまいそうになった。気持ちすごくわかるんだろうな主人公。仕事に追われるのは人間も天使も変わらないらしい。人間臭いぞ。それもある意味人間臭いぞお前。君なら休みがないことの辛さがわかるでしょ。今からでもいいから新米ちゃんを私にくれてもいいんだよ。そう言われて僕はラメと顔を見合わせる。次の瞬間僕らはお互いに微笑み合った。すみません大天使様、
私が支えたい人はすぐそばにいますので。すいませんが、もうこの手を離すわけにはいかないので。すると大天使様と下打ちして僕らを一別し、そしてヒルを返した。いきなりさっきボーイの大天使のキャラとは思えないようなチっていう下打ちが出てきましたけど、私の方から諦めてやったんだから幸せになれなかったら許さないからね。なんかめちゃくちゃいい役だった。大天使がめちゃくちゃいい役だった。ジブリの悪役みたいな感じになっとるからな、お前。その言葉を残して彼女は、すみません。大天使様の羽が数枚部屋の中で舞う。その一つを手に取って握りしめる。ありがとうございます、大天使様。なんか一緒に折れるようになった。大天使様が去ってから僕はラメの肩を支えながら立ち上がった。大丈夫？まだ体が重い感じがする？いえ、もうだいぶ楽になりました。でも…でも？ラメ？私、本当に人間になったんですね。見た目だけじゃわからんな。ラメは僕の腕に支えながら珍しいものを見るような目で自分の体を見つめている。なんだかまだ信じられません。僕も夢を見ているような気分だよ。あの、ご主人様、一つお願いをしてもよろしいでしょうか。なんだい？僕にできることなら何でもするよ。私を抱きしめていただけないでしょうか。ふう、俺もやりたかったことだよ。抱きしめる、俺もやりたかったことだよ。だから安心させてほしいんです。ダメでしょうか。いいよ。断る理由なんてどこにもない。ラメの体を支えている腕に力を込める。うわあ何も言わずに抱きしめると、ラメは少し驚いたような仕草を見せた。あ、いきなり抱きしめるなんて。ああエモすぎる、エモすぎるぞお前ら。こんなし時が来ると思んかった。まさか大天使様が消すもせず連れて行くこともせずにさ、一緒におらせてくれることを許可してくれるなんて。ごめん、ダメだった。ドキドキしすぎて心臓がいくつあっても足りなくなってしまいそうです。ラメの体は柔らかくて温かい。この腕の中にある感触は確かなものだ。これからはずっと一緒だ。そう思うと腕に力入る力も自然に強くなる。ご主人様、苦しいです。これが愛の苦しさだ。もう少し優しくした方がいい？いえ、これくらいがちょうどいいかもしれません。すごく愛されている気がします。これが愛の重みだよ。ラメと至近距離で目が合う。お互いの顔がさらに近づいていく。わお！そして僕らの唇は重なり合った。いやこんな声を出さない、こんな声を聞かせんぞお前。なんか YouTube にこういうところでバンされそうな気がするけん、ちょっと。この声を聞かせんぞお前。最初はお互いの唇の柔らかさを確かめるように優しくついばむ。ついばむとか言うんじゃないわお前。おい、キスの実況するなお前。あ、ダメ。いやらしい声は聞かせてあげない。聞かせてあげない。YouTube に引っかかりそうな気がするけど、聞かせてあげない。こんなに濃厚にキスを交わしていても、切なさは消えない。もっともっと相手のことが欲しくなって、心の奥底が震えてしまう。欲しくなってしまうんだね、相手のことが。こう言って相手のことが欲しくなってしまうんだね。ラメもきっと同じ気持ちなんだろう。ああ、ダメ。ご主人様のキス、気持ちいいです。やべえ、エロゲーやん。もうエロゲーやん、こんな。
ラメの顔、すごくとろけてる。とろけてるとか言うな、お前。とろけてるとか言うじゃねえわ、お前。そういうこと言わないでください。恥ずかしいです。恥ずかしめるな、お前。もう視聴者が見てるんだよ、恥ずかしめるな、お前。もっとラメの恥ずかしがってる顔が見えた。どうした、進行、いきなりドヤスになってきた。そんなのダメです。ダメって言ってるのに。はぜろって思うね。俺、はぜろって思うね、この二人、お前。もう、今からでもいいから大天使にさ、連れて行ってもらえ、ラメちゃんのこと、お前。とても幸せだった。未来に怯えることなく、大好きなラメとそうして求め合うことができるなんて、ちょっと前までは考えられなかった。そうやな。僕も愛しているよ、ラメ。僕らは時間を忘れて、この幸せをかみしめるように求め合い続けるのだった。一緒にやることができたんだ。というわけで、俺とラメは一緒になりました。もうさ、すごい甘酸っぱいな。お互いをお互いを求めるっていうさ、甘酸っぱくてそのキラキラしとるピンクだったなって。もうお互いがさ、で相手のことを信頼して、それが愛につながって、最後自分よりも大きな存在に対してもさ、立ち向かって自分の気持ちを伝えることで、ね、相手に理解してもらって許してもらえるっていう、これやな。自分の心に従って、時にはわがまま、大きなわがままを言ってもいいんだって思ってしまうね。っていうかさ、いざって時にはさ、本気でわがまま言ってもいいと思うよな。自分の心に蓋をして、これは仕方ないことなんだって生きていってる人もおるでしょう。これを見て、自分のわがまま時には通してみてはいかがでしょうか。それで俺の思っ自分のやりたいことができる時が来るかもしれません。エピローが入ります。あれから1ヶ月が過ぎていた。戸締まり OK です。あとは忘れ物がないかチェックするだけです。今日はラメと二人きりで遊びに行く予定を立てていた。向かう先は某有名なテーマパークである。はっ、それは僕のいるところかな。あ、嬉しそうだね、ラメ。当たり前ですよ、ご主人様と一緒に一度は行ってみたいって思ってたんですから。一度言うと言わずに何度でも行こうよ。せっかく年間パスポートも買ったんだし、てか今だにご主人様って読むようなな。もうご主人様って呼ばんでもいいと思うやけどな、俺は。てかさ、天使の力がなくなってもさ、右上で浮いているこれってさ、浮いたままなんだね。これちょっとさ、天使の力がなくなったらどっか行かんもんなん。人間としてはあってはいけないものが浮いてるような気がするんやけど、俺。そうですね。じゃないんだよな。右上のこれはほんまに消しとった方がいいぞ、お前。これが限界で人間、完全な人間として認めてはいけんような気がする。これから二人、これから先、二人でずっと一緒にいられるからこそ変えるものだ。それを持てるだけで喜びが溢れてくる。1ヶ月前の私たちには考えられなかったことですね。そうだな。まだラメは天使だったし、それにそもそも僕にそんな時間的余裕はなかったから。仕事に追われるだけの毎日はもうさよならをしていた。お？ご主人様、考え方が変わりましたよね。今まで全部自分で背負っていたことを少しずつ他の人に任せられるようになってきましたよね。ああ、そういう考えで自分の休みを捻出するようになったんじゃ。簡単な業務はアルバイトの女の子に一部任せるようになった。もちろんその分、仕事を任せた女の子にはアルバイト代を弾んでいる。前までならこんなことをしたらオーナーに怒られたんだけどね。人件費が高すぎるとか言われて。オーナーさんと和解できたんですか？あんな人と和解できるか？
だとしたら和解なんかできんと思うけどな、脅したんかな。労働基準法は黙ってないですよって脅したんかな、やとうと。うん、和解するどころか、今5店舗あるうちの系列店のうち2店舗がオーナーがもう、どういう心境の変わり方。あんなこと言おった人がさ、こんなことすると思えんのやけどな。どういう風の吹き回しなのか分からず、最初は怖かったんだけれど、しっかりやっている。何があった。オーナー側にもなんか出会いがあったんかな。ラメちゃん的な、主人公にとってのラメちゃん的な誰かと出会ったんかな。出勤しているアルバイトの女の子たちからも評判も悪くはない。オーナーさんの中でご主人様に言われた言葉に思うところがあったんじゃないですか。マジで俺の言葉でオーナー変わった。いや、やっぱ人にかける言葉でさ、人生変わるもんなんやなって。結局人が人を変えるんやなって思わされるな。だといいけれど、年上の人にあんなに歯向かったのなんて初めてだったから、僕としては気が気じゃなかったんだよ。その話をしているうちに、乗らなければならない電車の時間が迫ってくる。そうそう出ようか。日が暮れるまでいっぱい遊び尽くそう。はい、あ、私あれ乗りたいです。水の上を走るジェットコースターみたいな。いきなり絶叫マシン系か。あれ、もしかしてご主人様怖いんですか。怖くないよ。そういうラメこそ実際に乗った時に泣いたりするなよ。子供じゃないんですから泣きませんよ。あ、とか言うてさ、抱きしめてさ、キャーとか言うて抱きしめて、おっぱいが俺の顔に当たることを妄想したら今から鼻血が出そう。怒ったような顔をするラメだったけれど、次の瞬間には頬を緩めて笑顔になる。そして僕より先を行って手を差し伸べてくる。行きましょう、ご主人様。僕はうなずきながら、そう小さな手を握り返す。これからもずっと僕のそばにいてくれるように願いながら。いつになったらご主人様って呼ばなくなるんだろうなと。 VTuber メイドラミエ、終わったー。いやー、一番のいい展開だった。てか大天使様がさ、意外と理解ある人で助かった。うん、やっぱこのさ、 VTuber メイドラメもそうやけど、過去にやりよったなんとかデイズ系のシリーズのさ、ゲームってさ、最初エッチエッチなもん満たさりやり始めてもさ、結構物語にメッセージ性あるよなって思いましたわ。今回はさ、自分の気持ちを相手に伝えるってことがテーマだった気がする。相手の気持ちを相手にぶつけることがさ、自分の環境っていうか、それらをさ変えるきっかけになるんだよっていうことを教わった気がする。これは VTuber っていうか配信業界だけじゃなくてさ、人生生きるときも大切ですよ皆さん。それを教えてもらったこのゲームに感謝ですな。というわけで、今回 VTuber メイドラミエ完結というわけで、これからもこういうゲームもそうですし、いろんなゲーム実況していきたいと思いますので、皆さん次のゲームを楽しみにしていてください。チャンネル登録と高評価、面白ければよろしくお願いします。というわけで皆さん、お付き合い